まあ、最近謎解きにハマってるんですけど。え、そう、めっちゃ言ってるんじゃないのそれ。めっちゃ言ってる。めっちゃ言ってる、本当に。それの予定はでも1ヶ月に1回あるかないかぐらいなんだけど、あの、お家でやる謎解きにハマりまして。あ、なんかこの前、コヨットやってたやつ？そう。キット買ってさ、家でやるやつ、あの、休みの日とかでやってる。一人で一人でやることもあるし、ホロメンとやることもあるし、うん、とかね。へー。え、なんでミコはさ、謎解きに誘わないの？うん、あー、なんでだと思う？え？え、なんでだと思う？なんで？なんでなの？いや、でもさ、今度一緒に行くじゃんね。あ、行くけど、でも誘われたことはある何度か。でもそれは毎回欠員が出たから行かねっていうパターン。致し方なくね。しかもこいつしかいねえなみたいなね。最低だよそれ。隠して言うんだよ普通は。じゃあみこち、はい、言っていいんですか本当のことを。いいよ。それは、うん、そ、対象年齢ってあって、キモい。キメ。それコメント見て言ったんだの。12歳以上なんだよね、推奨が。キメ。ニコッチは赤ったんじゃん。死ねー。死ねー。そばちゃんともさ、この前、うん、ホロメンめっちゃ言ってるよねみたいな。スマちゃんっぽいよ。そう、いいよ。話してて、え、そうだよね、え、スマちゃん行ったことあんだって言ったら、え、全ないないない、まだ行ったことなくて、なんか誘われたんだけど、うん、なんかあのタイミングが毎回合わない。謎解きみこ得意だよ。本当？うん、あんまやったことないけど。まず入門編やりな。貸してあげるよ入門編を。な、あれが初めてかも、ホロライブエラーの配信のやつ。あんな謎解きじゃないよ。そうなの？みこ、あんな感じだと思ってた。え、全然だよ。ホロライブエラーの昔ね、公式配信があって、うん、なんか謎を解けみたいなね。あー、あ、待って、そっちのことか。あ、でも、確かに、あれは謎解きだわ。あ、でしょ？でしょ？でしょ？うん、あれっぽさはあるけど、あれよりももうちょっと複雑かも。じゃあ、みこ、雰囲気楽しもう。おい、お前。雰囲気楽しもうじゃないんだよ。謎解きドリルやりなさい。あのさ、私さ、一個さ、重複して買っちゃって、うん、余ってるお家の謎解きあるから、あんたそれやりなさいよ。またドリルですか？え、ドリルじゃない。一人でできるからあれ。わかった。一人あの寂しいやん。そばちゃんとやりな。あー、それは面白そう。え、待って、これはさ、気づいちゃった。うっ、やべ、気づいちゃった。これってさ、こうじゃねえっつって、全然違うこと言いそう。これってさ、これのヒントじゃねえ？全然違うみたいなね。そうそうそう。ね、黙った。